現実的にここだったら読めるっていう目標の2段階ぐらい上です。目指せ年収2000万。このチャンネルはこれから起業したい方、起業して間もない方に向けて、より成功確率が上がり失敗確率が下がる、そんな経営ノウハウをお伝えしていくチャンネルです。はい、じゃあ今日はですね、ちょっと久しぶりに勉強会をやっていきたいなと思っております。テーマはビジネスを始めるときにまずやること、事業計画書を書こう、はい、というのでやっていきたいなと思っております。皆さんもう起業されてる方も多いと思うんですけれども、事業計画書って書いてますか？もしまだ書いてない人がいたらぜひ書いていただきたいなと思いますし、これから起業する方はね、必ず最初に事業計画書を書いてほしいなというふうに思ってます。ね、事業計画書っていう言葉だけ聞くとちょっと堅苦しく思えるかもしれないですけど、旅をする上での僕は地図みたいなもんだと思ってます。はい、本当に小さい旅であればね、そこまで細かい地図はいらないのかもしれませんけど、自分がね、事業という大きな旅に出かけようとする場合にはね、常に自分がどこに向かっているのかであるとか、自分は今どこにいるのか、どこに向かわねばいけないのかみたいなものをね、確認する地図が必要だと思ってます。あとは例えば旅の途中でね、多くの仲間がね、自分にジョインしてくれるかもしれない。その時にその仲間たちに、僕はこういう旅をしてるんだというのを伝えるためにもね、地図は必要ですし、もしかしたら途中でお金を出してくれる人がいるかもしれない、ね、旅の手助けをしてくれる、そういう人たちに向かって、僕らはこういう旅をしてるんです、こういう目的なんです、ここに向かっているんです、というのをね、ちゃんとお伝えすることは非常に重要ではないかと。そのために事業計画書というのが1個あると、とてもシンプルに簡単にね、説明できますし、自分が経営という旅の中で行き詰まったり迷った時、立ち止まる、そして立ち戻るね、そういうふうなものにもなり得ますので、ぜひこれはね、最初に書いてほしいなというふうに思ってる次第です。いいこと言いましたね、はい、僕も最初の事業をするときは事業計画書書かなかったんですよね。会社経営始めて2年ぐらいしてかな、初めて書いたんですけども、やっぱりね、書かずに始めると、最初のうちはいいんですよ。自分の感覚だけで仕事ができるんで、感覚だけで仕事ができるというか、感覚だけで経営ができるんで、本当に規模がちっちゃい頃っていうのはまだなんとかなるんですけど、ちょっと人数がね、社員の数が増えてきたりとか、少しビジネスが複雑になってきたりとか、売り上げが増えてきたりすると、やっぱりその計画というものがないと、自分がどこに向かって進んでるのかちょっとよく分かんなくなってきたりして、一番怖かったのがやっぱりね、人間って目標ですね、目標をちゃんと決めてそこに向かって一歩一歩進んでいくのと、目標を持たずになんとなく感覚でフラフラ進んでいくのだと、到達点が全然違うなというふうに僕は感じます。目標を掲げてそこに向かってこう一歩一歩踏みしめてる人っていうのは、着実にその目標に近づいていくと思いますし、それ持ってない人ってね、感覚だけでね、いつまでやっててもなんかね、なかなかこう伸びていかないんですよね。こう自分でこれは売れそうだとかね、これは面白そうだっていうだけで事業を始めた人もいるかもしれませんけど、まあ、せっかく始めた事業であれば、できるだけね、高みに行って多くの人を幸せにして、お金もたくさん稼いで、ね、年収2000万も行きたいなと、もっと行きたいなと思うと思いますので、そのためにできるだけ早く事業計画書を書いてほしい、そういうふうに思います。で、じゃあ、事業計画書はそんな感じで必要だということはちょっと分かったと思うんですけど、具体的にどうやって書けばいいのというところがあると思います。でね、事業計画書フォーマットとか、事業計画書テンプレートみたいなのでググってもらえると、フォーマット自体はね、すごいたくさん出てきます。で、それパラパラ眺めて、まあ、自分が書きやすそうなもので構いません。 Excel で作られているものもあれば、パワポもあればね、まあ、いろんな形式がありますけれども、自分の書きやすいそうな、書きやすそうだなっていうフォーマットだったりとか、書きやすそうだなっていう項目のもので構いませんので、と一つ選んで、まあ、書いてもらうということになりますね。はい、事業計画書によってその項目っていうのは少しずつ違ったりするんですけれども、まあ今日は一応これだけは絶対書いといてくれと、 もしその事業計画書の項目なくても、自分で項目付け足してでも、これだけは決めといた方がいいっていうところを、少しご紹介したいなと思うんですけれども、まず最初にどんな事業なのか、当たり前ですね、はい、当たり前ですけど、事業概要をちゃんと書くと。
自分が今からやるビジネスは一体どういうものを売る、もしくはどういうサービスを提供する、そしてどうやって売り上げを上げるものなのかということですね、はい、この事業概要をまず書いてください。それから2番目、これがね何気にすごく重要なんですけども、その事業をすることによって自分は何を達成したいのか、これがねあるとないではやっぱり事業のに対する熱意もそうですし、事業の目標の到達点も全然違ってきます。じゃあこの事業をすることでみんなを幸せにしたいのか、死ぬほど金を儲けたいのか、世の中に革命を起こしたいのか、いろいろそのあると思いますが、まあできれば単純にお金儲けをしたいということだけではなくて、それによって社会がどう変わりどう良くなっていくのかというところをぜひ考えてほしいなと思います。昔以上にね、今はやっぱりその企業というものに対する社会性みたいな、その企業が存在することで社会にどういうふうな貢献ができるのかというのはすごく重要な要素になってきてます。コンセプトと言ってもいいでしょうし、ビジョンと言ってもいいと思うんですけれども、必ずゴール設定をしてほしいなというふうに思います。まあこのゴール設定は途中で変わっても構わんと思います。僕はやっていく中で思ったより自分が大きな志を持つようになって、さらにその大きなゴールを設定するということでもいいと思います。ただまあ始める時点でまずはここに行きたいと、こういう世の中にしたい、こういう企業にしたいっていうところをちょっと作ってほしいなというふうに思います。なくても成立はするんですけど、すごく重要だと思います。それから3つ目ですね、ターゲットは誰なのか、そしてそのターゲットの市場規模がどの程度なのかというところですね。まあ僕よくアップトレンド、アップトレンド言ってるんですけど、その自分の商売の相手っていうのがどこにいて、それが一体誰でどのぐらいいるのかっていうことをある程度把握しておく必要があります、はい、それを見ないまま始めると、まあ意外と売る人少ないなとか、売り上げ上がんないなとかいうことになりかねませんので、やはりできれば成長市場であってほしいですし、まあそうじゃないとしてもある程度自分がしっかり、まあ、事業として成立していくだけの食いぶちがあるというところを選ぶ上でもしっかりとそこはちゃんと把握しておきたいというふうに思います。4つ目、競合ですね。自分とビジネスの勝負をする相手っていうのがどのぐらいいるのか、どんな相手がいるのか、いないっていう場合もあります、はい、全く新しい市場を開拓するって場合もありますけど、大抵の場合は競合がいると思います。で、競合がいた場合にじゃあ自分のその事業会社の強みはその人たちと比べてどこが違うのか、どう強みがあるのかっていうところも、まあ、差別ポイントですね、しっかりと把握しておく必要があります。意外とその差別化が全くないっていう場合もあるんですよ、うん、例えば飲食店とかね、意外と普通のラーメン屋ですみたいな場合もないことはないと思うんですけど、やはりこう長く生き残っていくためには他にない何かユニークな点っていうのを持ってると強いかなと思いますので、ここもしっかり考えておく必要があるかなというふうに思います、はい、それから5つ目、どうやって売るのか、マーケティングですね。もうめちゃくちゃ重要です、はい、これはもういかに重要かということはもう企業塾でもね散々お話をしていますが、やはりいい商品いいサービスを作ればすなわち売れるということではありません。それをどう知らしめてどういうふうに皆さんに使ってもらうのかっていうことは非常に重要ですので、どれだけの金を使ってどういう戦略で広めていくのかというところはしっかりとまとめておく必要があると思います、はい、ここも状況によってどんどん変わってきます。まあまずは最初の段階で手持ちの資金も限られてるでしょうし、はい、その中で何ができるのかというところを考えてみてください。それから6つ目、6つ目と7つ目はお金の話ですけども、まず6つ目は、売上と利益ですね、はい、これの計画を必ず立ててください。1年目はこのぐらいの売上を立てて、このぐらいお金を使ってこのぐらいの利益ですっていうのを最低3年分、まあ、できれば5年分ぐらいね、完全に予測になりますよ、予測になりますけれども、それを作ることで自分の中の目標設定になりますので、このぐらいでいくんだというところっていうのを一回ちゃんとまとめてください。ここをねまとめるとかなり自分の中でかかる金とかやらなきゃいけないこととかクリアになってきますので必ずやってください、はい、それから、7つ目、どの程度の資金がどこのタイミングで必要かと、はい、いわゆる資金繰りというやつですね、これをしっかりと立ててください。これもよく言ってますけど、会社っていうのは倒産する時っていうのは別に赤字で倒産するわけじゃないです、はい、商品が売れなくなって倒産するわけでもないです。手持ちのキャッシュがなくなって倒産します、はい、
お金さえあれば事業というのは延々と続けられます、はい、たとえ赤字でもね。なので手持ちのお金をキャッシュをなくさないことというのが特に経営初期においては一番重要なことですので、この資金繰りというのは年には年を入れてしっかりとやってほしい。かなりネガティブな資金繰りを作った方がいいと、これも昔お話ししましたけどね、はい。まあ、この7つは必ず事業計画の中に入れてほしいなというふうに思ってます。いわゆる出資者を募る、まあ、お金を出してくれる人を探したりとか、それから金融機関から借り入れをする場合なんかはさらにいくつか必要な要素が出てくると思います。例えば株主構成ですね、会社のとか、それから代表者とか役員の経歴、このあたりも必要になってきます。それから、市場のデータですね、まあ、さっき市場規模どのぐらいかっていうところを把握しておいてくださいという話をしましたが、お金を出してもらうとなったらね、より詳細なこれだけ伸びていくんです市場がみたいなのは必要になると思いますので、そのあたりですね。それから、組織図、体制図みたいなことですね、まあ、これも必要になってくると思います。まあ、販売先であるとか仕入れ先、こういったようなところの情報も必要になってくるかなと思います。まあ、このあたりは絶対に最初に書いておく必要があるわけではないですが、他人にねお金を出してもらうという状況になった場合には必要になってくると思いますので、まあ、この辺もできればあらかじめ入れておいてもいいかなというふうに思っています。はい、概要としてはこんなところで、まあ、まずは最初の7つを必ず書いて事業を臨むというところを考えてほしいんですが、作った後のポイントが2つぐらいあります。一つはこれ作ったものを誰かに見せてください。できれば経営経験のある方がいいですというか、まあなんとか探してほしいなって感じですけど、やはりこう初めて作った事業計画って非常に独りよがりというか客観性のないものになる可能性がとても高いので、やはり客観的な目で第三者の視点から、あ、ここはちょっとおかしいんじゃないかとか、ここは辻褄が合ってないんじゃないかとか、そういうふうな指摘をしてもらうっていうのは結構重要かなと思ってますので、できれば何人かの人にね事業計画を見てもらって、なるほどという指摘があればそれを取り入れてブラッシュアップするということでより良くなってくるかなと思います。もう一つ重要なことは、事業計画が出来上がったら終わりではないです。まあ、最初にも言いましたけど、これ旅における地図なんで、しょっちゅう見返してください。で、自分が作った事業計画がちゃんと進捗しているかどうか、どのあたりまで進んでいるのか、もしくは事業計画自体を少し手直しをしなきゃいけないかもしれない。常に自分のその旅の状況を正確に把握するために、そしてずれているようであればちゃんと地図通りに立ち戻る、そのためにしょっちゅう見直すと、月1回ぐらいはね見直してほしいですね、最低で見て自分の事業の状況確認をしてほしいというふうに思ってます。はい、で必要であれば事業計画自体も少しずつブラッシュアップしていくと、はい、いうことですね。はい、この2つは必ず忘れないでやってほしいなというふうに思ってます。はい、目標ってどれくらい高めとか現実的とどれくらいの目標がいいと思いますか？難しいねそれはなんかこうそれは人によるよね。けど俺個人で言うと、俺は、現実的にここだったら読めるっていう目標の2段階ぐらい上です。上です。はい、面白くなくない？自分の範疇の中でここまではいけるってものを目標にしても全然面白くなくて、まあ、途中で成長するんじゃないかっていうね、自分自身が、そして組織も成長するんじゃないかっていうことも込みだけど、やっぱり自分で目標を立てるとそこまでしかいかないと思ってるわけなので、でそこまで行くのも大変だと思ってるから、俺は1個じゃなくて2個だな、まあ、3つも4つも上げちゃうとちょっとなんか実現不可能なとこに行っちゃうと追わなくなるので、目標ってなんで2つぐらい上。それは銀行にも株主に見せる書類の中に1個目標ポンって置くわけじゃないですか。はい、夢見すぎなんじゃないのみたいな思われたりとか、なんかこれはちょっと俺だけかもしれないけど、外向けの資料は変えてます。実は2つあります。僕は、はい、自分の中でっていうか会社の中でここに行くぞっていうふうに作った目標と、実際にお金を借りるときとか出してもらうときに出す目標値は変えてまして、最初のが2段階上の目標を設定してるとしたら、後者は1段階上か現実的な目標かどっちかにしてます。というのはお金を出してもらうからには結果あまり的外れなことになると、それはそれでご迷惑かけることになるので、
本当はね自分の中の高い目標を全部にばらまくのが俺は正しい、本当は正しいと思ってるんだけど、まあ、俺の性格上ねそこはどうしてもね少しあのブレーキをかけちゃうね、外向けにはね。あのポイントにしていた誰かに見せるっていうのは、うん、茂木さんが適任だと思うんですけど。いや、いいんですけどいいんですけど、あの最近すごい多いんですよ。多いんですか。はい、結構来るのよ。そうなんですか。うん、なのであのちょっといいですよ、僕でもいいですけどちょっと時間がかかっちゃうかもしれないですね。コンテンツにできる、コンテンツにできるんだったらいいよね。コンテンツにできるんだったらねよりこう優先度は上がるよね。なんだろう、みんなに参考にしてもらえるじゃない。やっぱすごい生きた、ね、うん、事業プランってない、それはすごくいいですけどね、皆さんのお役に立てるので、はい、僕の中での優先度は上がるかな。ということでね、初めから終わりまで一切笑いもなくザ勉強な感じのねコンテンツでございましたが、まあちょっとね最近全然こういうのやってなかったんでね、うん、はい、今後はちょこちょこ入れていきながらより企業に役立つ情報を出していきたいなというふうに思っております。はい、こんな感じで今日はね、では君も年収2000万円 GO!